ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日は母の背中についてお話ししたいと思います。もう私らがね、いつも発信してる通り、母の背中ってめっちゃ大事やでっていう話なんですけど。うん、でもさ、なんか作ろうってもさ、そこってさ、案外子供見てなくてさ、ちょっとここ見てってとこ見てくれへん。いや、せやねん、せやねん。お母さん、ええことしてるよ、みたいな。そう。ここインストールしてくださいって思うねんけど、うん、そこインストールしてんねん。うん、そう。ほんま無意識の。無意識よね。そう、インストールすんねんけど、うん、で、この間もさ、うちさ、娘がさ、うん、ね、バイト行くときに縫いとったんよ、うんうん。今まで着てた服を。うんうん、それを洗濯も出しといてって言ってもさ、うんうんうん、なんかこう、わかったみたいな感じでさ、うんうんうん、もう何でもいつになって覚えんねんって感じやねんけど、うん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 、そんな、その日さ、朝車使った時にさ、うんうん、まあ、カズマの車椅子をさ、うん、ね、入れるために、2列目の座席をこう前に出しとってんけど、ね、それをさ、まあ、片付けようかなとも思えへんで、まあ、パパにやってもらおうかなぐらいの、うんうん、まあまあ、後でえっか、みたいな、うんうんうん、感じで終わった。たのを、まあ、たまたまその日さ、雨降ってたから、バイト先まで旦那が送るって言って、うん。うん。なら、まあまあ、旦那もさ、また2列目直しないみたいなんでさ、こう、ね、直してはったのを見たがら、娘は、うん。あ、ママの背中見てるわ、私って思ったっていう、その帰ってきてからさ。いや、怖い。そのね。うん。だからそうやって、すぐやらないって、すぐ片付けないのは、痛い。ママだってやってるでしょ。はい、みたいな、うんうん。そことそれ結びつけるみたいな。ああ。脱いだもんは私は持っていきますよ、みたいな。もうそれをそのままインストールしてくれたらいいのに、うんうんうん、そっち、みたいな。ああ、なるほどな。いやでもまあまあ、ちょいちょいそれは私もさ、後でしようかなって思うことあるからさ。ある。すぐやろうかなと思っても。そう。そうやねんせ。でも私はその一つ一つに言ってるつもりでも。はい。それはある。取れへんよね。うん。ええようには取ってくれへんわ、子供は。せやで。だからさ、私らもさ、やっぱ何が良かったって、その母ってさ、専業主婦やったけど、いつもなんか、忙しい。動いとった。な、動いとって、うん。忙しいっていうより、まあほんま動いとったよな。まあ家事。うん、座ってる姿見たことない。そう。ほんまになんか頭痛いって言って寝てる時ぐらいで、普段なんかもう、ほんまなんか、テキパキしとったからさ、うんうん、私らもさ、専業主婦になった時にさ、あ、専業主婦ってそういうもんみたいなさ、うん、感じだったやん。うん。うん、だから、うん、まあ、別に父に手伝ってもらってもないからさ、そう。ね、一人でずっといろいろ、ね、うんうんうんまあ、やってたから、自分自身もさ、うん、旦那になんかさ、手伝ってもらいたいっていう思考がなかったやん。そうやね。それほんまなかったよな。なんか、うん、飲み会行くとかそういうのも全然なんとも思わんというかさ、あ、行ってらっしゃいみたいな感じやったし、うん、なんか母がさ、そうやって父のさ、愚痴とか言ったことなかったやん。なんちゅうの？そういう、うん、ああ、飲みに行って、どうのこうのとかもないしな。そう。そういう愚痴、まあ、ちゃう愚痴はあったかもしれんけど、うんうん、お父さんが手伝えへんとかはなかったよな。うん。今でこそ。愚痴は今でこそやな、ほんま。うん、定年してからやな。うん、私ら定年して、そう。うん、家に暇なお父さんを見出して、うん、暇なら手伝えみたいな感じになってるかもしれんけど、うんうんうん、働いてる時は多分一切なかったわ、うん。ないわ。だからそれ見て私らも育ってるからさ、うん、別にその旦那がせえへんことに疑問も持たんかったし、うん、まあ、全部自分でしたらええんやなって気な感じで思ってたから、全部しとったやんか。そう。うんうん、だから別に、私頑張ってるから、私を見てっていう感覚は一切なかった。なかったわ。ほんまなかったわ。うん。うん。だからなんか自分で、やりくりっていうのもさ、うんうんうん、まあ、自分を機嫌するためにさ、うん、9時までに子供寝かすとかそういうのをやったりとか、うんうん、なんかそういう感じ。なんかさ、だからこう、なんか子供、ママ友とかさ、そうやってちょっとこう、うん、外の世界で広がった瞬間にさ、うんうんうん、旦那さんってそんな手伝ってくれるとかさ、思った。専業主婦やのにみたいなさ。いや、そう、思ったよ。専業主婦でも手伝ってくれんやみたいな、びっくりして。うん、びっくりした。うん。なんか、びっくりしたのが、ご飯も子供、うん、赤ちゃんおったら、
なんか準備できへんって言ってて、旦那が帰ってくるまで待ってるとか言っとってさ、うせやんとか思ってさ、で、あ、ないわ。抱っこしてもらって、で、だから作るみたいな感じで言ってたので、あ、そうと思ってさ、なんかもう、って、なんか新しい世界みたいな感じだった。そう。旦那さんって、子供、なんか、私が家事してるとき、子供抱っこしてなんか、あやしてくれるみたいな。そんなことしてくれるのみたいな。神旦那も神旦那やな、みたいなな。私なんかこう、子供食べさせの、多分横でずっと飲んでたんちゃうかな。そうやん、そうやん、そうなんやろ。忙しい。忙しかったよ、ほんま、そんなんな。そこでよくごちゃごちゃ、動いてたけど、別になんか、変わってよとか思えへんかったからさ。いや、そう思考がなかったんだから、その、からわってよ。そうやね、そうやね。その、だから何十かって言うと、やっぱおかんが、全部一人でやってた。そうそうそう。そういうもんか。変わってくれる旦那が世の中に存在してるってことに。いやー、気づくのが遅かった。すげーな、みんな、みたいな。そうそう。みんな恵まれてるやんってな。だからさ、やっぱなんていうのかな。まあ、母親、今もさ、いろんな、母親像があると思うねんけども、よくさ、まあ、子育て、もうなんか、しませんとかさ、なんか、私、これしませんとか、なんか、しません宣言してる人とかもいっぱいおるとか。それはな、まあ、本人がいいならいいと思うねん、全然。その正解はないからさ。でもさ、子供は見てるでっていうのは言いたい。自分が例えば子育て放棄しとかしてさ、好きなことやってると、子供も絶対その、我慢してやらなあかんことってやっぱりあるよ。学校もそうやし、学校の社会に出て仕事するときも、やっぱりやりたいことだけって無理やと思うねな。100% は無理やね。そう。で、やりたくないことの中で人って成長するところもあるやん、必ずしも。嫌な人と接することで自分の魂が成長するとかさ。その、やりたいことのさ、その先の世界にそれをやらな、超えなあかんものもあったりする。そう。苦手なことでもさ。そう。でもマジでそこで成長するし、考える脳を使うからさ。そう。絶対いいよね。そう。だからね、やっぱりね、そういう姿をね、子供も見てるっていうのを分かった上で選択やったらいいと思うねんな。別にさ、子供がさ、やりたくないからやらんとかさ、言った時に、行きたくないから行かへんとか、習い事も、もう、ちょろっと行ってやめるとか、怒ったんや。自分もやってへん。自分の背中見とるから。そう。だからそういうのはめっちゃなんか、子供も見てるっていうのを、私も自身もなんていうのかな。それを思いながら選択する。それは、なんかすごい。大事ね。だから本当になんていうかさ、こう、いい意味で頑張り屋さんの親でよかったなと。あ、そう。やっぱそういうね、ご飯だって嫌々作るわけではないし、ね、家事することに不平不満なんかなかったし、なんかもう当たり前っていう感じでやってたっていう姿を見せてくれたのは、本当にありがたかったかな。あれがさ、お母さん嫌いだからやりたくないのとかって言われたらさ、ちょっとさ、ちょっともう親で、まあ、なんやろうな、やりたくないことはやらんでいいって、まあもちろんなんやけど、でも本当に今の社会ってさ、だいぶ楽になってるよ。なってるよ、もう機械も。洗濯機があるしさ、ね、食洗もあるし。だいぶ家事なくなってんで。ね、そう、そんな中で、やっぱり、ね、どこかで頑張る姿、代わりにね、見せれるんやったらいいけど。せやな。でもなかなかないやん。そこを見せれる人ってさ。せやな。一番見せれるのってやっぱ家庭の中やもんな。そう、仕事で頑張ってんの。そう。子供は分かれへんから。そう。私らもそうや。子育てしてさらに、親の偉大さっていう気づいた感じで、子供の頃にいい父親やったかって言ったら、全然そら子育てタッチしてないしさ。そうだね。変や。
あんまそんな関わってることもなかったからね。だからやっぱりそうやって見せる姿っていうのを、自分でもう一度さ、考えてみて、子供もそうなるよっていうのを分かった上で。そうだね。そう、うん。だからそれは全然違う。さっき言ったように、ね、洗濯物、脱いだものをこう片付けると、ね、私の車椅子って一瞬全然ちゃうけどさ、けど、そのすぐ後の行動をするっていうところがさ、やっぱり一緒やから、まあそんな風にね、自分ではそういうつもりで見せてない姿でも、同じ、そう、乱れてるっていうこと。で、子供はそれをインストールするっていうことを、感じながらというか、その背中、ね、やっぱり、頑張ったっていう、まあ、いろんな表現の仕方があるけど、私はやっぱり頑張るっていいことやと思ってるからさ。素敵やなって、なんかこう、ね、全力でなんかこう、やってる姿っていいなって思うから、なんかそうね、そういう姿をやっぱさ、見せてあげたいな、見せる。欲しいなって、思うんでね。はい。ちょっと一回、自分のちょっと、後ろ姿に。ちょっと自分自身でこう、チェックしてもらえたらね、いいなと思ってますので。はい。お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。